こんにちは今日は、えー、コメントでアンテナを張ってるんですがよくわからないこれについて教えてくださいというのがありましたこちらの質問に対して答えていきたいと思いますまず大野時代は自然界からのいろんなものが降ってきているのでそれを受け取ってくださいってそれをあの受け取ることによって 状況が変わってていいきまますよよという話をよくしていますでこの受け取るというのもアンテナ張ってると受け取るという意味になるんですが頭の中に考え事いろんな悩みとか苦しみとか不安とか不満とかいろんなことを考えていると頭の中に降りてこないんですよひらめきが降りてこない。 だからまず頭を空にするということが一番最初に必要なことになります。でこのお知らせというのはいろんな形であります。いろんなパターンがあってとりあえず私が春菜が認識しているものを今回あげますね。まず空にするということが大前提で悩んでる人には一切お知らせが 受け取れません。聞こえないっていうんですかねえちょっと考えてくださいね雑踏の中でわさ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 いろんなね人が話している中であのお友達とおしゃべりしてて相手に集中せずに自分のことを考えたらああもう夕飯だなとか子供迎えに行かなきゃなとか旦那が帰ってくるなご飯作らなきゃなとかその家族でなければ。 あもう残業したくないのにしなきゃ明日はいけないかなとかこん,、まあ、こんな簡単なことじゃないですよね悩みってねきっとねもっと苦しいことですよねきっと、えー、取引先が無理難だ言ってきてどうしたらいいもうこれ以上削れない何をどうすべきかって考えるとかこんな感じですかねあとは、えー、と嫌な人がいてお客さんがね嫌なこと言ってまたねあのー 上司が嫌なことを言ってそれに心をとらわれちゃってるとかいう感じですかねこういう時にまあ目の前の友人が何かを言ってきても「え何?」って聞こえてる聞こえもしないんですよ声そのものも聞こえない何言ってるか脳が捉えることができないここなんですよね問題はね、えー、キャッチするっていうのはあくまでこう頭を空っぽにしてフンフンフンってこう鼻歌歌う程度 脳を空にする考え思考を停止するえ空っぽにするとあの何かふわっと降りてくるんですよねで私あのここのところ春菜は猫にゃんこが私の布団に毎日おしっこするんですよ毎日毎日洗濯してこの間もちょっと言いましたよねでこれ何のお知らせなの洗濯ばかり1日5回したんですけどあ5回あの洗濯をしたんですよ 選択ばっかりさせられるんだけど何なのってもうずっと数週間考えていたんです突然始まってこれがで選択ということが多分キーワードだろうと思うとんですねで選択をするつまり春菜が何かの選択をしなければいけないしかし選択できてないから選択しなければならない状況がやってくるで自然界の下ろす言葉っていうのは 日本語でではありません音です前に言ったことありますねまたこれも動画上げなければいけませんね音としてて降りてくるんですよだから洗濯って言ったら洗濯もあるし洗濯もあるし洗濯もあるんですよ 全然意味わからないですよね。ごめんなさい。外人さんわかんないですよね。日本語ってあの選択というね言葉にえいろんな違う同じ選択でもいろんな違う意味があります。同音異語これは選択という漢字が降りてくるわけではないんですよ。えー、っとすごく変な感覚だと思うんですが 見えなないい存在って日本語を話さないんですえ皆さんよくあの神様からねなんか降りてくるの日本語で降りてくる人多いんですけどいやそれはまあ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 いいですごめんなさい。日本語で降りてくるのではなく神語で降りてくるわけではなく音で降りてきます降り、ね。音で降りてくるというのはえ自分がその音を発するような状況が発生するんですね。 今回のはるなの場合は選択するすなわち私自身が何かを選び取らなければいけないのに選んでいないことが問題だということを伝えてくれてるんですがずっと何かこう選択多いな選択多いなってちょっと少し前から感じていたのにもかかわらず私がそのこう向き合わなければいけないことを放棄していたのでついに向き合わざるを得ないあの にゃんこがおしっうすするるととでで絶対に選択しななけければいけないという状況を作ってくるんですねだからまあある意味待ってるだけでもあなたにとって必要なことって追い込まれて選択しなければいけないごめんなさい今回の選択はあなたがすべきことですね選ばなければいけない状況が来るんですよ。で無理やりにアンテナ を貼る必要もなく、もう心を空にすることで、まあ、言葉的にイメージ的に行動として降りてくるんですね。で、ごめんなさい。今2つのことを混ぜました。えっと頭を空に管理すると降りてくるということと気づかないとどん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 追い込まれて、その自分がやらなきゃいけないことを口にした時に初めてあ、これが降りてきてるのかな？ということが理解できる。 というこの2つのことを言いました。で、先ほどの、先ほどというか、後者の選択の話ですね。選択なんですけど、えっと、であるというのはどういうことかというと、見えない存在って基本的に日本語で話しません。私たちとコンタクトを取るときっていうのは映像であったりとか、結果としてこういうことなんだという脳が理解する、心が理解する形で降りてきます。だから、 降りてきていることを感じることは基本はできないんですよ誰かが喋ってくれるとか誰かがその夢に立って指示してくれるということではないんです目の前に起きていることがあなたに起きますよこれがもう絶対的な法則としてこれからはルールとしてシステムとして起きてきます だから例えば目の前で喧嘩してる人がいたらもうこれ自体がメッセージなんですよえ自然界から喧嘩、その喧嘩を見てやれやれってあなたがもし思ったとしますその喧嘩が絶対やった方がいいよってもし思ったとしたらあなたが誰かと喧嘩してでも貸し取らなきゃいけない何かというメッセージですでも喧嘩を見た時にうわ嫌だやめてって もう喧嘩なんかしてるとか私場面に出くわしたくないと思ったのならばあなたが誰かと争っているまたは誰かと仲違いしていることをやめなさいというメッセージです喧嘩だったら分かりやすいですねでは、うん、仕事に疲れ果てて、えー、もう仕事を辞めたいっていうドラマを見たりとか 友人から仕事を辞めたいんだよねっていうその,あの相談をされたりとかこの場合ですね「仕事」というのと「辞める」ということが必ずしも「仕事を辞めなさい」ということとは限らないんですよ。「辞めなさい」だけというメッセージのこともあって「仕事」だけのメッセージのこともあるんですよね。 この場合多分ドラマではあの仕事を辞めたいと言ったけど仲間が説得して仕事を辞めなかったという結論になってえ友人は結局仕事を辞めたっていう2つの矛盾したものを見ると思うんですね。この場合共通してるのは仕事なので仕事に何かメッセージが降りてきます。と受け取ってください。 で先ほどの選択の話になりますが、春菜は何を選択すべきかということを考えていたんですが、多分動画の,あの切り抜き動画とか、その動画関連の映像加工とかを勉強してやりたいと思っていたんですが、これやめろというメッセージだったみたいです。えー、これに気づいたのがちょっと昨日,日、今日、今日ですねなの。今日というか先ほどですね。 先ほど気づいたので、まあ、にゃんこが明日、あの、おしっこをしなかったら大正解ですね。もう選択しなくていい。えどういうことかというと、今皆さんに配信しているこれだけやれということらしいですよ。もっと極めていきなさい。時間をかけてしっかり作り込んでいきなさい。皆さんに分かりやすいように加工して伝えていきなさい。ということが私の今、しべきこと、春菜の 今置かれたた環境みたいですなので皆さんに降りてくるメッセージというのもいく2つ3つあげましたね。そもそも頭を空にしてないと降りてこないよというのが1つ目。えっと、気づかないと追い込まれていって自分が何なのこれっていうその何なのの部分が音として違う意味で降りてきてる可能性がある。私あの,春菜の 例であると選択ばかりするののはなぜこの選択択は何を意味しているの選択選ぶということいくつもそのあれこれやろうと思っていたのが間違いだった選択しなさい一つを選択しなさいという意味だったんですよねで3つ目お話ししたのは目の前に起きていることがメッセージなので目の前に起きたことをまず解釈しましょうというお話ですで多分この10 分15分で伝えられるものでもないので、また続きを上げていきます。今日は3つのメッセージの受け取り方をお話ししました。またねー。